はい、皆さんこんにちは。今日は、モンキーにこのキークリアーをつけてみたいと思います。スマホのホルダーですね。今まで、アルティメットシリーズの、スマホホルダーは持っていたんですけども、先日デイトナーのここのあれですね、USB のところをつけたことによって、ちょっとここアルティメットシリーズだといわゆる間が開かないと、充電できるケースがないということで、新しいスマホホルダーを買ってみました。こちらになります。ではまず中身の確認ですね。でいわゆるシールと、ホルダーとおそらく携帯を止める、ブロッキングのやつと、ホルダーですかね。こういったセットになってます。まず組み立てるところから始めましょう。組み立て方は至ってシンプルで、このハンドルバーですね。ハンドルバーに、六角レンチで回して付けたいところに付ければいいだけっぽいです。じゃあ、取り付けていってみたいと思います。当然見てるだけます。もうちょっと で、ここをくるくる回して。場所的にやっぱり以前アルティメットつけてたような。売りはですね、広がってる時にこう押すと、ワンタッチではまるっていうのが売りなんですよね。大きさ問わないっていう感じです。もう一回ちょっと最後
はい、まあ以上ですかね。まあ、ちょっと残念ながら、アルティメットの、付け口は、まあ、こういった円タイプになっているので、まあ、こことの汎用性っていうのはないなって感じですね。で、どっち使うかによって取り外ししないといけないっていうのがちょっと不便だなっていうのはあります。これが、ライディングポジションでの設置になります。はい、まあ、ここは開けて。今ピッとつける。まあちょっと今下固定してないんであれですけど、ここしっかり締めれば基本は問題ないかなというふうに思ってますね。はい、でここの、デイトナから充電するまあこれで、携帯充電しながら走れるという感じです。はい、以上です。ありがとうございました。まあ、今外したんですけども、ちなみに普段はちょっとずっとつけっぱだと、スマホホルダーつけっぱなしだったら浅いので、まあ、こう言って外して取り付けたいと、外しときたいと思ってます。必要な時に取り付けたいなと思います。